はい、フィリピン在住のダンです。ネットを使ったフィリピン人を実現するために、日々情報発信を行いコンサルサービスを提供しております。今日の、今回はですね、岡山ですね、ちょっとあの海外移住についていつも発信してるんですけども、ちょっと番外編ということで国内移住岡山について、岡山移住したい人が結構増えているので、結論から言うと最初にですね、岡山の移住のメリットとしては自然災害が、それほど多くないこと、あと国際空港があって便利、あとですねデメリットとしては車がないとですね生活が難しいというところですね。簡単にお話したいと思うんですけども、まずメリットとして自然災害が少ないというのはやっぱり日本というのはもともと自然災害の多い国で、残念ながら不幸にもですねプレートのたくさんのあるプレートの上に位置してまして地震が多い、そして津波ですね、島国なので、でさらにですね、台風の影響も受けますし、本当にいろいろありますよね。豪雨もありますし土砂崩れもありますし、花粉の影響も受けるというようなところでいろいろ大変なところあるんですけども、やっぱりその中でも岡山は比較的落ち着いている場所であるということで移住者も増えているということですね。あとはですね、国際空港があって便利、これはやっぱり海外に行ける空港があるっていうのは意外に知られてないんですけど、就航する場所がですねもっと増えてほしいなとは思うんですけども、でもですね今でも実際に、結構使われているというところですね。でデメリットとしてやっぱり車社会ということで運転が荒い人が多かったりとか、あと維持費がやっぱりかかりますよね、車っていうのは。で結構田舎暮らし、リモートワークがきっかけに田舎暮らししたいという人もいるんですけども、確かにその家賃というのは、日本も田舎に行くと下がるところは多いんですけども、その分きれいにですね車に関してお金がかかってしまう、車の維持費とかですねガソリン代とかそういったものがかかってしまうので、そこは向き不向きもあるので、実際に住んでみられて確かめられるといいかなというふうに思います。岡山といえどですねやっぱりその後悔する声もあるということですよね。ということで、最後になりますけれども、ネットビジネスとかですね投資で稼ぎながらですねフィリピン移住を実現したいあなたはですねぜひ、下にある説明欄の方からですね無料メールマガジン登録いただければなと思います。場所を問わない収入があれば移住っていうのは簡単ですので、ぜひお気軽にご相談いただければなと思います。いつもありがとうございます。